はいどうも、そのさんチャンネル、そのさんです。ということで今回はちょっと前から話題にもなっているアウトドアアクティビティ、チェアリングというものを楽しみに、東京都大田区にあります城南島海浜公園というところに向かっております。チェアリングとはどういうものかと申しますと、お気に入りのアウトドアチェアというのを一つ持参していただいて、公園であったりアウトドアスポットへ出かけ、まあ、ひとときゆったりとした時間を過ごすという最も敷居の低いアウトドアアクティビティというふうに言われています。で、今回向かっている城南島海浜公園なんですけれども、まあ、砂浜なんかがある結構大きな公園にはなるんですが、お台場とかね、ああいうところとはちょっと雰囲気が違って、周りが工業地帯なんですね。なので、まあ、走っている車というのがこういうトラックなんですね。大きなコンテナを運ぶようなトラックが結構な量走っているので、正直、車道をですね、ロードバイクで走っていると結構怖いです。状況を見てね、人のいるいないっていうのを見れば、まあ、歩道をね、走ってしまった方がいいのかなというふうに思える場所ですね。で、東京のこういう港の方っていうのは、歩道と自転車が走るようなレーンというのがこういう感じでね、別々で設置されていって、まあ、車道とは別離されていることが結構多いので、そういう場所を探せば気持ちよく走ることができるのかなと思います。夏らしいね、セミの鳴き声と夏草が茂っていますね。さあ、目の前に城南島海浜公園が見えてきました。入り口でちょっと迷いましたね。城南島海浜公園、ご案内ですね。ここだから管理事務所、翼浜に行ってみたいですね。公園内入りますと、こう右手にね、大きな砂浜があるんですね。そして目の前からこう飛行機がなんと飛んでくるんですよ。近くに羽田空港があるので、まあ、飛行機好きの方が写真をね、結構撮りにいらっしゃっていました。左手ご覧ください。ウェディングドレス姿の女性がいます。結婚式のね、ウェディング用の撮影してましたね。ウェディングドレス姿の奥様がね、すごく綺麗でもうウェディングドレスがこうまばゆくね、輝いていましたね。うわ、すごいね。うわ、でか、何あれ、タンカーみたいなのが。端っこまで来ると海をね、間近に見ることができるんですが、あ、ただね、海はえげつなく汚い。何色これ何色、何で2回言うたで、チェアリングがね、できるスポットというのを、まあ、探してね、うろうろしていたんですが、なんかこうピンとくるような場所がね、なかなか、見当たらなくて、探し続けた結果、まあ、ここでいいかなというのがあったんですね。それがここですね。わかります。皆様が言いたいことはわかるんですけれども、一旦チェアーの、ね、設営を見ていただければと思います。私が扱っているアウトドアチェアーが、アマゾンで1年前くらいに買ったムーンレイスというメーカーのアウトドアチェアーになります。雰囲気としては有名なヘリノックスのチェアワンに近い雰囲気ですね。まあ、値段が3000円未満くらいだったかな、3000円前後だったと思うので、相当コスパのいいアウトドアチェアになります。概要欄の方に、Amazon で買えるページ、URL 貼っておきますので、一度ご覧いただければ幸いです。
さあ皆様、始まりますよ。これがチェアリングです。特に何もしません。本当にね、ゆっくりとゆったりした時間をお過ごすだけになります。持参していたカロリーメイト、補給食をね、食べながら、冷静に冷静に考えてみたんですけれども、これってね、結局、いや、ベンチ座ったらええやんということで、もうね、アウトドアチェアを早速、片付けまして、背もたれがあるかないというのがあるので、ベンチよりはね、座っていて気持ちいいというのはあったんで、十分楽しめたかなと思います。皆様はね、ぜひ、チェアリングをするときはベンチがどのぐらいある公園かというのを調べてから行った方がいいかなとは思います。さあ、では気を取り直しまして、ちょっと公園内、見ていこうかなと思います。こんな感じでね、開けた場所になっています。レンタサイクルが実はありまして、歩いてきてもサイクリングというのは楽しめるんですが、敷地がそれほどものすごく大きい公園ではないので、レンタサイクル借りるまではないかなと思いますね。自販機というのもたくさんあるんですが、バーベキューができる施設というのも背景であるので、ちょっと飲み物は設定が高いかなという感じはしました。こんな感じでですね、景色がいいところにはベンチが結構用意されているんですよ。なんで、チェアリングをしに来る場所ではないのかなと思いました。ただこういう感じでね、ひまわりであったり色とりどりの花が植えられているので、フォトジェニックな場所であることは間違いないですね。皆様もぜひ公園のベンチでこのように飛行機を、見ながら休憩していただければなと思います。鳥なんかも飛んでます。さあ帰りましょう。ではですね、公園の写真なんかをね、ちょっとご覧いただきながら、振り返っていこうかなと思います。フォトジェニックな場所というのはたくさんありますので、いつもとは違った海の見える場所というのを写真に収めたいという場合は、遊びに来ていただいてもいいのかなと思いました。ということで、今後もチェアリングというのをちょっと楽しんでいこうかなと思うんですが、今年はロードバイクでひまわり畑をですね、見に行きたいなと私は思っています。暑い時期が今後もずっと続きますので、皆様も熱中症、脱水症状、十分気をつけてサイクリング楽しんでいただければと思います。ということで、今回はこれくらいかな。以上、それではまたお会いしましょう。バイバイ。